ウィズミュージックで見逃せない。ファン必見。神宮寺優太の洗練されたスタイルと平野翔のユニークなサングラスが話題沸騰。今夜6月1日に開催されるウィズミュージックに日本の人気アイドルグループが登場する。このグループのステージ衣装に関心を持つファンも多いだろう。彼らの最新ファッションがどのようなものか、そしてその背後にある意味や意図について掘り下げてみたい。 今回、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人は、黒を基調としたヒップホップスタイルで登場する予定だ。このスタイルは彼らの若々しさとエネルギーを引き立て、2時間のパフォーマンスに新鮮な命を吹き込むことだろう。ファンは彼らの w i ミ m u s i c でのパフォーマンスを非常に楽しみにしている。最近のファッションは、1990年代のスタイルに大きく影響されている。 この時代は古いスタイルから新しいスタイルへの転換点であり、アジアとヨーロッパの多様なスタイルが交錯していた。彼らの衣装選びにもこの時代の影響が見られるかもしれない。これは音楽スタイルの最定義や未来への爆発的な進化を示唆しているのかもしれない。まず、平野翔の衣装について見てみよう。彼が着るジャケットは、ヴィンテージのハーレー・ダビッドソンのバイカージャケットだ。 このジャケットは非常に厚手のナイロンスイッチで作られており、襟と袖にはハーレーカラーのオレンジラインが入っている。これが独特のスタイルとクールさを引き立てている。さらに、袖には本革の切り替えがあり、レザージャケットの雰囲気を漂わせている。平野翔はこのジャケットを着ることで、その若踊り自しさとエネルギーをさらに強調している。彼の整った顔立ちと相まって、 この衣装は彼を一層魅力的に見せる。平野翔がかけるサングラスも注目だ。彼のサングラスはマイソン・マージラとジェントルモンスターのコラボレーションから生まれたもので、キャットアイの形が特徴的だ。このサングラスはシンプルな黒色でありながら、四隅の白いステッチがアイコニックなディテールとなっている。これにより、全体的なスタイルにユニークなアクセントを加えている。次に、 キシユータの衣装について見てみよう。彼が選んだのは、アンダーカバーのグラフィックプリントカットアウトシャツだ。黒と白のウール混合素材で作られており、全体にわたってグラフィックプリントが施されている。このシャツは、クラシックな襟とボタン付きのカフス、そして前面のボタン止めとジップ付きポケットが特徴的だ。シンプルながらも、細部にわたるデザインがガンユータの個性を引き立てている。 彼はこのシャツを着ることで独特のスタイルを持ちながらも落ち着いた雰囲気を醸し出している。最後に神宮寺優太の衣装について触れたい。彼は肌色のジャケットを選んだ。このジャケットは彼の成熟した魅力と洗練されたスタイルを強調している。彼の髪を後ろに流したスタイルはまるでおとぎ話から飛び出してきたような優雅さを感じさせる。このようなスタイルは 彼のエレガントな雰囲気をさらに引き立てている。彼らのファッション選びには単なる見た目以上の意味が込められている。1990年代の影響を受けたスタイルは古いものを新しいものへと再解釈する姿勢を示している。これは彼らが音楽においても新しい風を吹き込もうとしていることを象徴しているのかもしれない。彼らのファッションは単なる衣装ではなく 自己表現の一部としての役割を果たしている。ファッションと音楽は常に密接に関連している。ファッションは音楽のビジュアル要素を形成し、音楽はファッションに影響を与える。この相互作用は、アーティストがどのように見られるか、そして彼らのメッセージがどのように伝わるかに大きな影響を与える。平野翔、ガンユータ、神宮寺優太のようなアーティストは、 この相互作用を巧みに利用し、ファッションを通じて音楽のメッセージを強化している。彼らの選んだ衣装は、それぞれの個性を反映しているだけでなく、彼らが何を伝えたいのか、どのようなイメージを持ってほしいのかを示している。これらの衣装は、彼らの音楽と同様に、観客に対する強力なメッセージを持っている。ファンは、彼らの音楽だけでなく、そのスタイルや姿勢にも魅了されている。 このようにファッションと音楽の関係は複雑でありながらも非常に重要だ。アーティストは自分自身を表現するためにファッションを選び、その選択が彼らの音楽のメッセージを補完する。平野翔、岩優太、神宮寺優太のようなアーティストはこの関係を深く理解し、巧みに利用している。彼らのファッション選びは1990年代のスタイルを取り入れつつ、 現代的なエッセンスを加えている。このようなスタイルは、彼らの音楽が過去の影響を受けつつも、未来に向かって進化していることを示している。彼らは、ファッションを通じて、自分たちの音楽が持つ多層的な意味を観客に伝えている。また、彼らのファッション選びには、彼ら自身の成長と変化も反映されている。平野翔のエネルギッシュなスタイル、岸優太の独自のスタイル。 神宮寺ゆうタの洗練されたスタイルは、それぞれのキャリアとパーソナリティの進化を示している。彼らは、ファッションを通じて、自分たちの音楽だけでなく、自分たち自身も進化し続けていることを示している。このようなファッションと音楽の融合は、彼らのパフォーマンスをより一層魅力的なものにしている。With Music での彼らのステージが、どのような驚きをもたらすのか、非常に楽しみだ。 彼らのファッションが、どのように彼らの音楽を引き立て、観客に新しい体験を提供するのか、期待が高まる。最終的に、ファッションと音楽の関係は、アーティストが自分たちをどのように見せたいか、そしてどのようなメッセージを伝えたいかを表現する重要な手段である。平野翔、岩優太神宮寺優太のファッション選びは、彼らの音楽のメッセージを強化し、 観客に対する影響を最大化するための戦略的な選択である。彼らのスタイルは音楽と同様に彼らのパーソナリティとメッセージを強く反映している。これからも彼らのファッションと音楽の進化に注目し、どのような新しいスタイルやメッセージを提供してくれるのか楽しみにしていきたい。彼らのようなアーティストがファッションと音楽を通じてどのように自分たちを表現し、 観客に影響を与えるのか、そのプロセスを見守り続けたい。彼らの選択が未来の音楽とファッションのトレンドにどのような影響を与えるのか、非常に興味深いテーマである。最終的に私たちファンは彼らのファッションと音楽の進化を見守り、支持し続けることが重要だ。彼らの努力と創造性に敬意を表し、彼らの成功を共に祝うことで、 彼らの音楽とファッションがさらに進化し、より多くの人々に感動を与えることができるだろう。これからも彼らの成長と変化を楽しみにしながら、その過程を一緒に楽しんでいこう。